エルガズミンは、フィリピンの政治家、元国防大臣。1944年10月22日、フィリピンタルラック州で生まれる。フィリピン大学に進学した後、1964年に、フィリピン陸軍士官学校に編入。1968年3月24日に、士官学校を卒業。1985年、アメリカ陸軍式幕僚大学に留学し、 中士号を取る。1990年、マヌエル・エル・ケソン大学で学位を取得。1999年7月13日、フィリピン陸軍の司令官に任じられる。2000年10月22日に軍を退役。2002年5月1日から、カンボジアの大使を務めたが、大腸がんを患い、2004年6月30日に退任。2010年に、 フィリピンの大統領となったベニグノアキの賛成の招聘に応じ2010年6月30日より国防大臣を務めた。中国は現行不一致フィリピン国防省が不快感。産経新聞。オリジナルの2013年9月3日時点におけるアーカイブ。 https://megalodon.jp/.2013-0903-1730-1a/.sankei.jp.msn.com ワールドニュース13602 chn13 長602億1619万 3n1 htm 2014年6月13日閲覧フィリピン 中国の漁業規制に反発、必要なら海軍が漁船を護衛。ロイター。h t t p j p ロイター c o m アーティクルマーガツニズイジピール3 n 零 k q 3バイト9億 2, 2014万1162014年6月13日閲覧ありがとうございます。